神戸新交通ポートアイランド線。ポートアイランド線は、三宮駅からポートアイランドを経由し、神戸空港駅までを結ぶ、神戸新交通のエイジティ路線である。全線が、兵庫県神戸市中央区内を走行する。愛称は、ポートライナー。三宮駅からポートアイランドにある、中高円駅、市民広場駅を経て、ポートアイランド沖の神戸空港駅に至る路線と、 市民広場駅から分岐して、北不動駅を経て、中高円駅へ合流する路線から構成されていい。本記事では解説の便宜上、全車を、本線、後車を、支線として解説する。駅番号を構成する、路線記号は、本線が、支線、市民広場駅、中高円駅を除くが、神戸港沖に建設された、人工島、 ポートアイランドと神戸市の中心地三宮を一方、通行の環状運転で結ぶ、軌道系交通機関として建設され、1981年2月5日に、日本初の実用的な新交通システムかつ、世界の自動無人運転方式として開業した。その後、2006年2月16日の神戸空港の開港に先立って、神戸空港駅まで、同年2月2日に延伸。 複線化し、現在の路線の形となっている。運転士を必要としない、世界初の無人運転システム、開業当初は天井員が常務であり、全駅に日本で初めてのフルスクリーンタイプのホームドアの設置や、最小曲線半径30メートル、56パーミルの急勾配など、エイジュティの性能を最大限発揮した線形となっており、既存市街地では、 高層ビルや高速道路などを縫うように軌道が敷設されている。車両基地を除く前線が高架構造で線路内に容易に立ち入りができないようになっており、開業以来無事故記録を更新し続けている。ポートアイランド内に多数の企業や大学のキャンパスがあり、また神戸空港のアクセスルートであるため、朝のポートアイランド行き及び夕方の三宮行きにおいて激しい混雑が見られ、 混雑率は2016年、平成28年度には160%程度に上る見込みである。以前は重量制限のため駅を出発できないことがあったが、現在はそれが緩和されて改善されているものの、混雑は深刻化している。また、21時台から22時台にかけては、神戸空港に到着便が集中するため、激しい混雑が見られる。 島内の企業に勤める人々などは、朝夕のラッシュを避けるため、タクシーに乗り合わせる姿がよく見かけられる。路線の面特許場は、以下のように、軌道法に基づく、軌道区間と、鉄道事業法に基づく、鉄道区間、第一種鉄道事業とが混在している。これは、その下を走る道が、道路法に基づく道路であるか、それ以外の道、主として、港湾法に基づく、 港湾道路であるかの違いによるものである。エイジティには他にも軌動区間と鉄道区間が混在している路線がある。本線の三宮駅神戸空港駅間の系統以下空港系統と表記と三宮駅から市民広場駅で支線へ分岐し、北不動駅を経て中高円駅で本線へ合流した後、 三宮駅に戻るラケット型環状運転の系統以下、環状系統と表記が運行されている。環状系統では、途中の中府島駅が奇襲点となり、中府島車両基地へ入出庫する系統以下、入出庫系統と表記も設定されている。支線部のみを運行する系統は存在しない。空港系統ではかつて快速列車も運行されていた。環状系統は、 市民広場駅北不頭駅中高円駅間が単線のため一方向にしか列車は運転されていない。開業当初は中高円駅市民広場駅間も単線で、この環状系統しか存在していなかった。環状系統の案内は、三宮駅から中高円駅発車まで、北不島駅、中高円駅発車から市民広場駅発車まで、北不頭経由三宮駅、市民広場駅発車から、 三宮駅到着まで、三宮駅と案内されている。北不当駅から港島駅までのように、環状運転の向きと逆方向へと乗車する場合は、中高円駅で乗り換えることとなる。ただし、2004年11月22日から、しばらくの間は、中高円駅市民広場駅間伏線化工事により、中高円駅でのラッチ内乗り換えができないために、ポートターミナル駅での乗り換えとなっていた。 車両は開業当初より6両編成であり、永時期路線としては最も長い部類に入る。なお、著しい混雑が見られることから、8両編成化する、計画も存在する、工日。日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。日中時間帯は1時間あたり、空港系統が9本、5から8分間隔、環状系統が6本。 10分間隔運行されており、三宮発基準では15本になる。神戸学院大学、神戸女子大学、神戸女子短期大学、兵庫医療大学、神戸宿川学院大学といった、ポートアイランド内での大学の相次ぐ開校に伴い、2007年春のダイヤ改正から朝のラッシュ時には2間隔での運行を実施し、また夕方ラッシュを15時からとするなどの対応が取られている。 新型車両への統一や中央市民病院の移転に伴い2011年7月1日からは日中の三宮駅神戸空港駅間を1時間あたり9本に増発したほか夕方以降も21時台まで増発が行われた平日朝ラッシュ時の三宮発は空港系統と環状系統が約2分間隔でほぼ交互に運行されている8時台では 空港系統が14本、環状系統が9本の合計23本になり、エイジティの中で最も高い輸送力となっている。ユーラッシュ時は、空港系統が12本、環状系統が8本運行されている。このほか、朝晩と始発、最終を中心に、入出庫系統が運行されている。土曜、休日は、終日1時間あたり12本。 21時台の1 3から14本が運行されている。2016年3月28日のダイヤ改正からは、三宮駅系コンピュータ前駅間の列車が登場し、朝ラッシュ時の運行本数は28本となる。また、港神戸海上花火大会開催時などは、中公園駅などが大変激しく混雑するため、1分間隔での運転も実施されている。 原則として、無人運転、自動運転となっているが、有人運転、手動運転列車の設定もある。神戸空港駅までの延伸開業とともに、2006年2月2日より、快速運転が開始された。A 時期の中では当時唯一の速達列車であった。空港系統でのみ運行され、停車駅は中港園駅、港島駅、市民広場駅、医療センター駅、 軽コンピュータ前駅であった。朝夕ラッシュ時を除いた時間帯に1時間あたり2本運行され、三宮駅神戸空港駅間を16分半、普通列車は18分で結んでいたが、2016年3月28日のダイヤ改正で廃止された。道路線の運行系統は、運行形態説で述べたように大きく分けて、空港系統と環状系統の2つの系統があるが、 後者の環状系統に入った場合は、三宮駅に到着するたびに車両の向きが変わる。また、三宮駅で折り返す際に系統が入れ替わることもあるため、どちらの系統の運用であっても車両の向きは一定していない。車体側面には KNT と車両番号が付けられており、車両番号の付与方法は1000の位で形式を、100の位で号車番号を、 1968年、昭和43年、ポートアイランド利用計画委員会において、埋めたて地は、港湾施設に止まらず、未来志向の海上都市構想を整備するという構想が生まれ、その都市内交通手段として、初めて新交通システム、a テ t の導入が検討された。1970年、昭和45年の、 ポートアイランド基本設計委員会では、専用軌道方式の輸送機関を導入することが具体的示されることになる。その一方で、運輸省と建設省は翌年、共同で新交通システム開発調査委員会を設置。都市交通への適応性、路線等の導入計画、経営分析等の概略検討が行われた。具体的なエイジティの機種は、1974年、 昭和49年12月から1977年、昭和52年2月までの間に開かれた神戸市新交通システム機種選考委員会で検討が行われた。選考委員会では、川崎重工業の KCV、川崎コンピューター、コントロールビヒクル、神戸製工所の KRT、コベルコラピットトランジット、三菱重工業のマット、 新潟鉄工所の NTS の4機種の速報案内、方式執務で導入の検討が行われた。神戸市は地元企業を育成する立場から、川崎重工業、神戸製鋼所、三菱重工業の共同開発とし、新しく KNT、神戸ニュートランジットとして開発が進められた。車両の試作車は線型として、川崎重工加古川実験線で主運転が行われていた。 翌年度の道路整備予算において、エイジティに対してのインフラ補助が導入されたものの、補助の対象事業者となるには公営あるいは公的出資率51%以上の第3セクターであることが求められている他、第3セクターである神戸新交通株式会社が設立。その後は、ポートアイランドと共に建設が進められ、1981年2月4日に、春工式。 翌日の2月5日に、世界初の自動無人運転方式として、三宮南公園中公園館が開業した。開業当初は、目新しさから、三宮から乗車し等内をそのまま循環して、三宮で下車する体験乗車組も多く見られた。開業と同年の3月20日から9月15日まで、開催された神戸ポートアイランド博覧会。 ポトピア81の回期中は観客輸送が中心となった。乗客数は当初の需要予測を大幅に上回り、エイジティに対する利用者の不慣れも相まって、博覧会の開催間もない頃は自動停止や出発不能などのトラブルが多発し、エイジティに対しての批判も少なくなかった。しかし、その後は安定輸送で博覧会輸送を乗り切り、 以後全国に HT 及び無人運転システムが広まる、先区となった。博覧会終了後は、島民の移動の足や、島内施設へのアクセス路線の一つとなっている。1995年1月17日に発生した、兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災は、全線に大きな影響を与えた。路線上で走行していた車両は、地震発生直後に急停車し、 車両自体に大きな損傷はなかったものの、駅施設関係では、高架橋や柱に大きな被害を受け、橋桁が落下したり桁ずれなどが発生した箇所あった。特に国道2号線直下の橋桁は宙ずりになっていたほか、進行第四特定の橋脚が余震の度に傾斜が進んでいる状況であった。ポートアイランド内でも液状化現象による基礎の損壊や、 地盤の軟弱化が確認された。また、車両基地でも損傷を受けたほか、三宮駅とポートターミナル駅では、駅舎が傾斜、特に大きな損傷が見られた。案内機場や、電気設備にも大きく損傷した箇所があり、復旧には相当な日数がかかるとされた。市内の JR 神戸線をはじめとした、私鉄各線が、当初見込みを大幅に短縮して復旧されていく中で、 ポートアイランド線は全線高架構造で高さ30メートルに及ぶところもあり、安全上仮止中で仮復旧させることができないこと、仮復旧で営業を始めると本復旧が困難になること、落下等による橋桁の損傷が激しかったこと、在来鉄道に比べて終電装置が小さく、ミリ単位の高い精度が要求されること、全線が高架で復員の狭い構造物であるため、 同時並行作業が困難であったことなどにより、大幅な後期短縮が困難であった。さらに、液状化現象が発生した箇所に路線があったことや、エイジティという、これまでにない構造の路線であったため、世界的にも前例がなく、復旧策がはっきりしていなかった。できる限りの後期短縮のために、橋桁や走行路のうち従来、コンクリート商板であった箇所を高商板に変更した。 こと案内機場などを橋桁製作時に先行的に取り付けしたこと応急的な補修で安全性が保てる箇所は応急処置のみを行い開業後に夜間作業で交換したことなどを行い後期短縮が図られた2月8日に記者発表した資料では8月下旬を目途に貿易センター駅市民広場駅間と貿易センター駅北不当駅から 南公園駅間をそれぞれ一列車による単線往復運行による部分的な運転再開をおるとし、三宮駅貿易センター間の復旧は目処が立っておらず年末までかかるとされ、損壊の激しいポートターミナル駅の復旧も年末までかかるとされ、当面通過駅となる予定であった。1月24日より、神戸税関前から市民病院前駅、現、 港島駅までの暫定代替バスが運行。震災直後は15から30分、2月5日より増便され10から20分間隔で運行されていた。震災の混乱により、周辺道路は渋滞が慢性化し、神戸大橋を渡るのに1時間近くかかることもあった。2月20日からは、停車場が神戸税関前から三宮駅前へと変更され、 さらなる増便により朝ラッシュ時最短5分間隔の運行と運行時間帯の延長がなされた。3月27日からは、三宮駅前バス停では、さらなる増便に対応できなかったことから、停車場を市役所前へと変更し、朝ラッシュ時最短3分間隔の運行がされた。なお、ポートアイランドまでのバスは、これとは他に、KCAT 行きのリムジンバスや航路があった。 大体バスは全線復旧する前日である7月30日をもって廃止した。復旧工事を急ピッチで進めたことにより、予定よりも大幅に早い5月22日に中高円駅、市民広場駅から北不当駅間 2.7km の部分開業が行われた。この区間は単線であるため、一列車の主導運転による単線往復運行となり、 つ日たち49本、往復運行された。従来通りの方向、左回りの場合は従来通りの速度で、逆方向、右回りの場合は、時速 30km 以下での走行となった。6月5日には、北不動駅中高円間 0.9km の復旧工事が完了、当時存在していた中高円駅の引き上げ線を使用し、ポートアイランド内で従来通りの一方通行による、 手動運転を再開した。当初年末まで、その後も8月下旬まで、復旧工事がかかるとされていた箇所を含めた山の宮、中高円間、2.8km の復旧も、周辺住民との合意で夜間工事が可能となり後期短縮され、当面通過駅とされていたポートターミナル駅も営業を再開し、7月31日に195日ぶりに全線が開通。 9月11日には震災前のダイヤに戻され、全線が復旧した。ポートアイランドをきに神戸空港が建設される構想の中で空港アクセス路線としての延伸事業が開始された。神戸空港への延伸とともに、利便性の向上から中高円市民広場間の伏線化も行われるのであった。1998年、 平成10年10月に発表した当初の延伸計画では、既存駅3駅の複線化と、ポートアイランド第2期に2つ、神戸空港等の東側と西側の2つの新駅、及び車両基地を建設するよで、総延伸距離は 6.7km であったほか、三宮駅の改築や車両の8両編成化による輸送力増強などが盛り込まれていた。 全体構想としては新神戸駅までの延伸も構想として存在していた。2000年平成12年9月19日に神戸市が発表した神戸新交通ポートアイランド線延伸事業についてで工事を2分し、現在の神戸空港駅より先の西側の駅と車両基地の事業は先延ばしされることとなり、延伸距離が 5.4km の現在の形となった。 なおこれにより、当初1200億円であった、事業費は590億円まで減額された。二度の軌道切り替え工事による運休を得て、2006年、平成18年2月2日、空港開業に先駆けて、既存の中高園市民病院前、現、港島から市民広場の副線部と延伸区間である市民広場神戸空港館が開業した。なお、同日より、 快速運転が開始。運賃制度も単一距離制から、区間距離制へ移行された。2005年12月4日、全駅で接近メロディ、発車メロディを採用した。当初は4点チャイムベルであったが、西武秩父駅の発車メロディや JR 京都駅の接近メロディを編曲したメロディなどへと変更た。他客時や、 扉会の延長時などではメロディを使わずベルを使うことがあるが、この時になるベルは開業時の時よりも低い音になっている。また、駅の放送はこれまで、三宮、ポートターミナル間で、北不頭方面行きは中不頭泊まりを除いて、ポートアイランド方面、行きと案内され、中公園では、三宮、市民病院前、経由、行き、それ以外は、三宮行きと、 案内されていたが、メロディに変更されると同時に、三宮中高園館は、北不島駅に変更され、市民病院前、現、港島、市民広場の各駅は、北不島経由三宮行に変更された。2011年7月1日、神戸市立医療センター中央市民病院の移転並びに独立行政法人理化学研究所の次世代スーパーコンピュータ 駅施設等の進出に伴い、市民病院前、先端医療センター前、ポートアイランド南の各駅の駅名解消が行われた。解消後の駅名は、下表の通り。また、空港線延伸事業の際に考案されていた、新幹線との連携強化のための、三宮駅から新神戸駅への延伸構想。現在、両駅は、神戸市営地下鉄山手線によって結ばれている。 三宮駅直前の急曲線が運転時分に大きく影響していることから、前日の延伸構想とも関連して、同駅を移設する構想、また、神戸空港島に車両基地を新設し8両編成化する構想、神戸空港西側の旅客営業を行うための延伸構想などがあったが、どれも具体化されておらず、神戸新交通の財政悪化などにより、計画は白紙になった。 しかし近年になり、神戸の都心の未来の姿検討委員会や三宮構想会議などでこれらの構想は再浮上しつつある。北不動方面は上表にて上から下方向のみの運転。下から上方向には乗車できない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。